カネさんこんにちは。カネシオで皆さんこの初期アナゼ使ってますでしょうか。まあ、この子は SS を打つ前からですね、ちょっとダメージを受けるだけで、次の打球がカウンターと同じ効果の高速ショットを打てるということでね、まあ、結構速い球打つことができるんですよ。で、それに加えて SS ゲージプラス 20% で、まあ、もし取られたとしてもね、相手に15秒間燃焼スロー関連レベルに付与することができて、100ダメージも与えることができると。で、しかも相手にダメージを与えれば与えるほど SS ゲージに変換するっていう性能もありますんで、まあ、初手からね、SS の回転率も結構いいわけなんですね。なので、できるだけこの子はダメージを受けた方がいいんですけど、まあ、普通にラリーしてるだけやったらね、まあ、3、4打球に1回ぐらいしかね、これ打つことができないんですけど、今回はですね、これ毎打球打っていきたいなと思います。で、それどうやってしていくかっていうと、このエンブレムを使っていくんですね。これ、マイポイント開始時、10秒間空中無効をつくっていうやつなんですけど、まあ、その後ろのところですね、自身と控えのスタミナ最大値の 10% を対象として失うということで、まあ、普通やったらこれで、ね、デメリットに感じると思うんですけど、このアナゼにとっては非常にでかいメリットとなっております。 10% もダメージを受けるとですね、この子次の打球がカウンターと同じ効果の高速ショットに変化するっていう感じになっておりますんで、まあ、これで SS ゲージプラス 20% もすることができるし、ダメージもめっちゃ与えれると。で、もしそれを取られたとしても、このアレスを持たせてあげることによってギアショットを打つとね、まあ、スタミナ最大値の 30% 消費することができますんで、これでもう一回打って、かつまあことだけってやったら結構ダメージも与えることができるんで、まあ、それでまあこの子のオートスキルのね、まあ、ダメージを SS ゲージで変換するっていうやつも活かしていこうという感じになっておりますということで、今からこの子使っていきたいと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2160で、ラインズマンティナ、ラインズマンリリカ、エレナーということで、まあ、結構王道の編成かなというわけで、初手から打っていきたいと思います。相手も驚くんじゃない、ドカンやばないこれ、普通に。これツイッターの DM で教えてもらったんやけどさ、やばすぎるよな、一発目からこんなん打ってる。俺まあこの特性使ってさ、なんかあの、誰やったっけ、あの、レインとかさ、ダメージ受けたら SS ゲージに変換されるっていうキャラクターおるやん。だからまあそういうことが、ちょっと活躍できるかなと思って使ってみたことあるんやけど、あの子はね、確か SS ゲージ変換されへんのやったかな、なんか忘れたけど、なんかボスになったよね。だからこのエンブレム使えるところないかなと思ってたんやけど、まさかのところでバカ強いっていうね。しかも俺の推しで。あ、取られた。まあ、こっからで、撃たれちゃった。まあ、こっからもう一回アレス撃てばね、もう一発撃つことができるし、もうすぐ SS も撃つことができるからね。まあ、これでもですね、まあ、早い球2発ポンポン撃つことができるし、まあ、特異状態中はね、なんか、レイジやったか、名前忘れたけど、スタミナ以外のパラメータープラス 50% されて、かつ、必中ダメージも与えることができるっていう性能があるから、いや、マジで、もっと強くなるんよね。しかもこれ、やばない。初手毎回これ撃てるのやば。てか、あいつずっと回転で撃ってるから SS 回転率はいいけれども、SS 撃たずに勝ちました。ありがとうございます。早っ。はい、ってくれ、2戦目やっていきたいなと思います。相手ちょっとエレンおる、ちょっとでっかいからどうなるか分かれへんけど、まあ、ダメージ与えたら結構相手も嫌がるでしょう。はいこれほんま、めっちゃ決まるやんけ。そんな簡単に決まっちゃっていいの？てかこれ特殊状態になってた方がいいんちゃう？スペシャル打って特殊状態になりながら、これカウンターされるから、まあ、これはちょっとやっとかなあかんで、前から、あ、やべ、やられた。まあさすがにな、体の下光ってるから、まっすぐ飛ばせんの分かってるから、スマッシュは打ちませんと。まあ、これ俺が悪いですね。はいはい。これで、あ、そっち。あ、そう。この子、着弾点見えへんねん。だから、まあ、クズのスロットスキルさんは13秒間着弾点見えた方がいいかな。ただ、エンブレムをね、今あれにしてるじゃないですか。着弾点見えるやつじゃないから、結局その初めの13秒間しか見えないってのがちょっとネックなんやけど、あった方がいいかな。俺今、あれやね、スインギリアプラス 6% のもうほんま何の性能もついてないやつやからさ。おー、何のラグさこれ体力枯らせそうやな。はい、SS 打って、からのアレスも打っちゃ、あ、アレス打ってない。アレスも打っちゃって、で、これで、はい、体力もうありませんと。で、こっからの、はい、いいですね。やっぱ、でかくても意味ないですからね。体力枯れたら、まあ、スインゲリアも狭くなって、走りも遅なってみたいな。はい、これで117ダメージ。からのドロップからの、はい、もう体力ないからね、相手、はい、スマッシュして、はい、もうこんなドロップでしょ。こんな遅い、あ、ドロップできんかったけど。この子あれやからね、サイリーアラゼと、これドロップの速度見比べると嘘みたいで遅いからね、もうほんま、やめてほしいんやけど。まあそれはしょうがない。はい、一発目、はい、100ダメージ、アレス打って、もさらにダメージ与えつつ、はい、これまた打って、で、ちょ待って、ドリンクだけ取らして。はい。強。はい、ってくれ、3戦目やっていきたいなと思います。相手レート2193で、まあ、かすみが人狼系持ってる。なんか初めて見た気がするんやけど、まあ、とりあえずっていうか、もうこの子しか使いません。
てかまあグラスコートって初手キャラって結構エレノア多いよね。これに勝てたら熱いけど、ただ相手瞬間移動するんか。あ、でもそうか。瞬間移動って自分の体力を消費して移動するっていう性能やから、枯らしてしまえばこっちなもんな気がするけど、枯らせるから、このちょっとスペシャルとかアレスとかも一回打っときたいねんけどさ、プレミオとかカウンターあるんがちょっと怖いな。ちょっと決まってくれんかな。わー、取られた。これめっちゃダメージ。あ、でもダメージ。あ、ちゃうわ。この子ダメージ自分が受けてもそんな意味ないのか。え、じゃあもう全部打っちゃうか。これだ、まっすぐ同感して。で、スペシャル。あ、もうスペシャル打たなくてもいいんか。この子 SS 打ったから。はい、取った。で、カウンターして SS 同感して。でからの、あ、カウンターはロブショットなのね。了解。めっちゃロブ打ってくるやー。てか、俺受けるダメージゼロやねんけど。これ何？そんな性能あったか、この子。わーお、出た。プレミオ引っかかるやつな。これ、ようなるよな、ほんまに。それでプレミオ使うんやめるわ。マジあるあるやわ。打たれると思ってなかった。ラインズマンストームって食らってもそんな大したことないよな。よいしょ。走りがちょっと遅なるんがちょいきついやけど、はい、これ打ちまして、はい、受けるダメージゼロ。こうなると、致命的。やし、体力ないし、みたいな。そう、あれやねん。このさ、エンブレム使うことによって 10% 消費するやん。で、アレスも打ったら 40% やから、まあ、半分近くの体力なくなっちゃうってのが、だいぶなデメリットになる。うわーやばい。ラインズマンストームプラス体力ないで結構絶望的で、まだ 10% なくなるんやろ。ちょっとやめて。じゃあ SS って体力回復そんな回復せえへん。マジか。この子もうちょい回復してなかったっけ。やばすぎる。これカズミの性能、それとももともとこういう感じ。しかもダメージ入らんし、こうなったらきついね。だからまあ初手専用のみたいなところはあるから、まあずっと通用する場合もあるから、まあ別にあれやからね、シングルスって3体キャラクター入れることができるんで、まあ、こんぐらいは普通でしょっていう感じから、はい、まっすぐ同感また打って、はい、決まっていくと。何回打てんねん、お前ってなってんな、これ絶対。ただ、私の SS が一個に溜まりません。同感。ただ 20% ずつ増えていってる。いいね、取ったよ。いやー、早すぎる。で、この体力のなさでドリンクのこなささね。なんでこんなドリンク来へんねん。おかしないか、おい。これで、あー、これはカウンターのやつできる。SS 同感。頼む、決まってくれ。後ろにドン。あー、全然ダメ。うい、え、来たんじゃん。もうこれ勝ち目ないやつら、もうずっと体力で。うお、見て仲間の体力もな。あ、これちょっとデメリットやな。このエンベル使うと仲間の体力も 10% ずつ消費されていくから、あれか、10回出せばもう完全に仲間の体力もなくなるわけね。てか、かすみ自身がその性能もあるんか。だから余計どうなんかな。よいしょ、ドロップして。頼む、SS 来る。取ったよ、ナイス。ナイスカウンター。で、改変強制発動はピンチ。はいはい、これで。やば、2発ともそうなるんか。しょうがないな、それは。やばい。でも体力が結構増えたよ。ドリンク来たんかな、知らんまり。俺、取った覚えない。相手、冷え、SS も打ってきそう。うー、全然見えへん。あ、そうか、なんか消えるもんな、SS。やばすぎる。それはやばすぎる。ただ、初めのカウンターは遅くされへんから、どうか。あ、もう、慣れてるわ、相手。もう、はいはいはい、みたいな感じで返されてるわ。はい、カウンターして。あ、特殊状態じゃなくなってる。ピンチ。よいしょ。これで特殊状態になりまして、前から撃たれる。取られへんかった、マジか。まあ、カスミには勝てないです。こうやってダメージ入らんかったりとかすると、結構致命傷にはなるんやけど、初手からあえてね、バチバチ撃っていくことができるし、実は裏でもね、6回ぐらい試合したんかな。もうほんまに一瞬で試合終わったからボツにしたんやけど、もうほんまに全部2分とかでね、試合終わりますんで、よかったら使ってみてください。というわけでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。